次のシグナル準備ですね。これはライブ投資の試験投資でライブ投資ですので自動売買チェックを外します。通過国自動選択は規定違反ではないですけども、規約には書いてませんけど、一応通過国自動選択外しておきます。トラブルになるかもしれないんでね、ライブ講座なんで外しておきます。一応ね、いけないわけではないと思うんですけどね、返答なしです。何回もここのメーカーに、なんかことに対してのメーカーの返答何もしないですね、ここね、無視してきております。まあ、よく規制違反にならないようにチェック外して、一応、チェック外しておきます。こちらの通過国自動選択違法ではないですけども、ということですね。あれ、あんまりの先生です。今ちょっとシグナルが入んないですね。もうすぐ3時になりますけど、お昼過ぎまして、こちらはライブ投資、本番投資です。資金が少なくとも本番投資ですので、自動売買チェック外し、通過国自動選択は違法、放棄ではこの会社の規定では記載ないんで聞いてますけども、連絡なしですね、拒否ですね。だから危険があるんでチェックしません。それで、こちらの投資はね、全部ライブでは手入力なんで、このね、ダイアログを開いたままにしておきます。それで、シグナルはね、こうちょっとダミーで打ちますね。USBJPY 下にブル、ね、こういうふうに例えば、出てきたら、USBJPY でしょ、これを押すわけですね。それでこの3つのどれかを選択するんですね。で、このこっから前のを見て分析します。だいたいこっから前ですね。で、一番前のやつをゲージを選びます、ね、それでこの場合は例えばシグナルセールですから下ですね、どうでどうするね。こう音声出力きますから、それでね、この投資方法は1個だけですね。1個しか売ってません、1個しか打ちません。これよくね、何個もよく打つ方いらっしゃいますけども、投資はね1個なんですね、1個だけです。で、同じ資金だけしか打たないんですね。でね、ここでマーチンゲールとか1倍2倍4倍ってこれも違法になりますね。規約で規定違反になりますから注意してください。あまり打ちすぎるのも規定違反なんです。口座閉鎖されます。あんまりたくさん打ったりするのね、よく言いますでしょ。ライブ投資ではたくさん打つのも規定違反になります。注意してください。で、私の場合はこれ、1個で今打ってますね。100個とか50個とか打った場合が来てやるね、50個ね、あんまりたくさん打つの、30個ぐらいでもきついかもしれないけどね。で、そんなことぜひ注意してください。で、まあ1個に対して狙ったところにたくさん資金打てないから打つというのは問題ないですけどね。こう最大値がね、5万円でパッパってね設定するときにね、50万打ちたかった時に10回打つのはいいんだけどね、ちょくちょくバチバチ打つのはやっぱり、ダメなところがほとんどです、ね、それにあと、マージ、カジノみたいにするね、投資はまだダメになってます。
そういうことですね。まだ収納が来ませんのでね、ちょっと間に解説しました。 LDJPY 下に売る。ライブ投資ですね。音声からの指示だけです。それで、入力で打ってます。ですから、このセットを、自動売買を外しまして、通貨広告自動選択も、これは、あの、わかりませんけども、一応外してます。ライブ投資なんでね。それで、全部回す、私の手入力だけで打ってます。音声もね、メッセージからですね、AUDJPI セールだよっていうのは、女の人とか、売ってきてくれたわけですね。上か下かね。音声だけですね。で、今打ったところですね。ちょっと上がってんでどうなるかわかんないけどね、また、ここから上がってますね。で、一応、投資は大体1本ですね。一箇所に、まあ、バチバチバチって、ロット数が足んない時ですね、打ってもいいんですけども、バチャバチャバチャ、バチャ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 とかいうのは、あんまりやると、捕まります。あと、マーチンゲール法も、あんまりそればっかしやってると、口座、停止されますので、注意してください。たまにはいいんですけどね、マーチンゲームも1回とかたまにですねぐらいはいいんですけど、いつもやってるとやっぱり口座は閉鎖されますから注意してください。で、私のは1本だけですね。だいたいいつも1本ですね。資金が足りなくて5万円以上になったら、ちょっと10万だった時に2回打つとかね、その場所でたくさん打つわけですね。
LDUSB 下に売る。
日本ともやられてもですね。それは日本負けですかね。MBJPY 下にいる。来ましたね。負け越しが2杯ってますからちょっときついですな。こちらライブ投資のですので、投資数が少なくてもこの自動売買チェックを外します。通貨工事を選択は機能ないことではないと思うんだけども、一応
問題が出るといけないんで、応答自動通学選択ですね。この通学の自動設定、ですけども、これは一応外しておきます。デモで利用します。こちらのところですね。そうしてます。録画はね、設置入ってます。このライブ通しが有効にね、使い方で通してないということで、録画ね、シグナル発生してから録画が、設置が入ります。それで、全部ライブ通しの、記録取ってます。で、中継はしませんので、時間経ってからアップリングしてます。テレビにね。
作ってましたね。まだ1本負けてるんですよね、これね。今日はまだに1本間違って負けてるんですよね、これね。ああ、きついですね。こうですね。今日こんな負けてんです。こんな感じなんですね。今日の成績ですね。今日めちゃめちゃ負けてる。1、2、3、4、5でしょ ?1、2、3、4、5。1、2、3、4、5、6、7。ね、負けてますでしょ。ね。USBJPY 上に買う。USDJPI シグナルが来ました。シグナル来ました。今週月曜火曜日の成績ですね。こうですね。8月7日夜の8時ね、ここにもなってますね。というのでシグナルが来ました。あ、いいとこに乗せたですね。今のとこね、1本負けてるんですよ、今日。だいたいね。利益的に。1万7000円以上になります。昨日までの成績がね。で、今日の成績。ちょっと猫に餌あげたんで、野良猫に餌あげたんでね、子供にね。お腹空いてるようなので、はい、ここでの定義ですけれども、これライブ投資ですので自動売買のチェック外してます。それから、全国自動選択ですね。これの3つどれに設定するか分かりませんから、通貨局ね、というの。これも一応、ライブ投資なんで外してます。しかし、使用では禁止となってません。ね、一応許可を取ってみて、ということで、このハイアンドロイ社に連絡してますけど、2回連絡してます。3回連絡してます。だけども、返答がありません。答えしないみたいですね。ということで、自動売買ではないですけど、通貨広告の自動設定は一応外しておきました。あ、ゲーミングでね、プログラム10キーつけてこの通貨広告自動設定したりね、設定するというようなことも、だから許可取れてないんで、外してもチェックね。あ、また下がっちゃったんですね。厳しいですね、これね。おー、これ勝てるかどうか、また難しいですね。で、マーチンゲール投資も、禁止ですので、1回、2回、4回、8回って言ってるやつですね。いろいろあるんですけど、ね、マーチンゲール方式以外にも、何十個もありますね。同じような方法なんですけど、逆みたいかですね。負けたら2倍に乗せていく。まあ、負けたら、そうですね、また乗せていくっていうやつですね。2倍じゃなくてもね。そういう投資法もありますけど、これもいけないですね。
基本的には1個売って勝ち負け決めるという一つの値段価格ね決めてこの価格で1回売って2回の勝負で勝つというのが正式なあの投資の方法です。これが正規で正しい投資方法です。1個だけ ね正式にはね、ということであの投資してます。これまた下がるのは大きいね、うん、ここ下がってまた上がって下がっちゃうんだからすごいね。ここに一つ打っときたいですけどね、やめといてますね。とりあえず一個投資だけでね、やってみましょう。ここら辺で打ってればもうここは勝てるとは思うんですけどもね、一個投資でね、やっています。また下がっちゃったね。そういうことはありますね。ちょっと待ってくださいね。猫ちゃんが。猫ちゃん食べてる？猫ちゃん食べてた？はい、かね。食べててね。ね。ニカちゃんね。ね。さあ、これでね、持ち帰ってくれればいいんですけどね。うん。これちょっと画像を消しますね。上がってきましたね。上がってきた。ちょっと香りをね、見ますか。
はい、立ちましたね。まだでしょうかね。17,000ぐらいまでピーク来てますから、まだ儲かってないんですね。まだ儲かってないんですね、これ。で、今、勝敗見まして、いますけどね。で、こうですね。で、これ。あ、すいません。こっちで検査もかな。で、これ今日やってですね、おじさんね。そうすると、こうですから、1,2,3,4,5,6,7。1,2,3,4,5,6,7。単位ぐらいですかね。単位ですね。1,2,3,4,5,6,7勝6敗。1,2,3,4,5,6,7勝6敗ですね。7勝6敗になりますね。7勝6敗だから、7勝6敗、6×120 ね。7勝6敗だから約160円勝ってんですね。今日はやっと160円勝ちましたね。これだけ今通してね、ね、今日の利益160円だけですね。今日の利益たった160円ですけども勝ち越しました。こんな投資したんですけど、やっと160円だけですね。大変厳しい戦いでした。ね。今日やっと120円勝ち越しました。昨日稼いだ利益ぐらいですよ。だからね、月曜日は6000ね、ちょっと稼いだわけだけど、今日はね、100円ちょっとだけでしたね。まあそういう時もありますね。大変厳しいです。全部1個ずつ投資しております。マーチンゲル法も使わないで一番の正規な正しい、打ち方ですね。1個投資です ね。で、1000円ずつ投資でねやってますね。で、明細下に載せときますから、このデータね、本番の投資のね、今週月曜日からの、記録取ってます。リンク先でね。全部取って、ライブのね。半間先生のはね、55% 以上の確率、成績の投資方法ですのでね、他の人たちと違って、そんな成績よく勝率いいものではございません。勝ったり負けたりして、ちょびっと稼げるというね、もう本当に地道に稼ぐ方法なんで、みんな嫌うかもしれませんけどね。私ハンマー岩先生、バイナリーオプションの世界スペシャリストでね、1位になってるんでね。私の投資方法をね、ちょっと紹介しております。ちょっと、大変勝率悪いから見れるもんじゃないですけどね。徐々にこうやって稼いでますよということでね、お伝えしてますね。まだ試験運用ですけどね、まあそういうことでございます。それでこちらはね、自動売買できませんから、ライブとしたから。で、通貨国自動セットもできませんね。だからシグナルが出てね、自分でこう、マウスでね、音声だけでの指示から自分で打ってます。ね、そういう風にして、なかなか遊ぶことできませんけどね。マニュアルでこう全部手入力で打たないといけませんからね。まあ、これはライブ投資なんでしょうがないかと思いますけど、ね、徐々にね、調整が終わって試験投資ができたら、楽になっていくと思います。そ
そんなことですね。時間もとこう入れてますね、ちゃんとね。どうもありがとうございます。また、つなげていきますので、ね。